D1SL 参戦期。次はスタートの直前になると緊張して頭の中が真っ白になっちゃうガラスの心臓、弱いメンタルを改善させる。ダツンダージョーで有名な断片親父がいる浪田橋のある東京都荒川区にやってきた二人。部下ちゃん、どこ行くのよ。これから飲み屋じゃないですよ、大ちゃん。いや、ここ飲み屋じゃん、こんなところ。おっぱいパブでもないですよ。飲み屋とか、あとはもう外人インターナショナルクラブしかないじゃない。違う、大ちゃんに、大ちゃんのこのガラスの心臓を治すために俺、いい人知ってるんです。その人、今紹介しますから。素晴らしい人なんです。大ちゃん、ここです。たこ焼き屋じゃない。ただのたこ焼き屋ではありません。素晴らしい人がいます。こんばんは。バラキーに飛んだメニューに混じって不思議な写真。スーパーなたこ焼き屋。なんか変な感じだね。大ちゃんのこのガラスの心臓をここで、ね、改造するから。食べればいい。もちろん。それだけで。それだけで大丈夫です。物質に念を送ることでその結晶を変化させてしまうというパワーブレンド。これでたこ焼きの味を自由に変えられるらしい。何十種類と用意されたメニューには味の種類からなぜか芸能人の名前まで。この力を使って大ちゃんのガラスの心臓を鉄の心臓に変えてもらおうというのがおかちんの狙い。それではですね、稲田大二郎のバイミルを変えるということで、素晴らしいお方紹介しますね。どうぞ。この店長のパワーで大二郎を改造する。このたこ焼き食ったおかげで俺は優勝できたんです。それだ、あんたばかりな気がするね。それまでダメだったもんね。なんだ、特別なことはせず普通にたこ焼きを焼く店長。一方大ちゃんは全然信用してない顔。出来上がったたこ焼きも別に怪しくない。むしろ美味しそう。この味を自由に変えられるってどう考えても信じられない。半信半疑でまずはノーマルの味を試食。あ、大ちゃんさ、ちゃんと味わってね。熱いのは分かるんだけど、熱いのは分かるけど、うまい、うまい。ほらね、一口でいかなくて大丈夫だから。うまい、うまいでしょ。うまい。それではですね、今このたこ焼きを買いますから、いきなり。さやかちゃんがいいと思うんだね、今。いいえ、そうじゃなくて、初めて試す方に分かりやすい順番の一例です。これからちょっとやってもらいましょう。あっさり、あっさり、それはあっさりね。あっさり、はい、もう OK なの。え、最初半分食ってます。こんなんで味が変わってるとは思えないけど、まあ、お前もこうなんだね。どう、大もう気持ちあっさり。いきなり、うん、気持ちあっさり、うん、いきなり、うん、じゃあ残りの半分、次ね、こってりこくまる。こってりこくまる。気持ちこってり。ちょっと大きく変わんないよ。気持ちいい、うん、これからこってりがクリーミーにいかないでしょ。と思ったら、ほんとクリーム味。おかちんと一緒にすでに体験済みのダーマスも試食。クリーム変な甘くなったよね。めちゃめちゃクリーミー。クリーム甘くなった、甘くなった、甘くなった。そうなんですよ。地球みたいな。地球やっぱり大丈夫。これ
これね、あっさりこってりと、わざと言ってるように感じるけど、実は本当なんです。違うんだろうね。じゃあそれ濃いやつ。店長の指パッチンが鳴るたびにコロコロ味が変わっていくたこ焼き。こんなことってあるの？すごいね。薄い。これはね、炭酸がね、ほとんどないんです。超薄いサイダー。ほら、シュパッとも言わない。ほらほら。シュワシュワっとこのサイダーが冷たくなったり、炭酸がシュワシュワすごくなるんです。むせちゃうぐらい炭酸になる。行ってみましょう。最初飲んでください。うん、サイダーだね。サイダーだけど炭酸、じゃあまず炭酸どれぐらい強いか覚えてみて。炭酸の強さ、はい、じゃあ一回置いてみて。29番のナイナイ岡村。ナイナイ岡村、それで炭酸強くなったから飲んでみて。おー、ちょっと待った。すごいね。すごいでしょ。すごい強くなるでしょ。すごいね。あんだけぬるかったサイダーがだよ、シャーシャーしてなかったのがすごいシャーシャーするでしょ。すごいね。最後の仕上げはタバコ。8ミリ、じゃあ1ミリより軽くなる。これね、有名な島田くん。島田くん超軽くなる。これダーマスはすぐ分かりますよ。はい。軽くなった。この島田君はこちらの後輩ですから。この人島田君の先輩になる。先輩です。あの島田君の気を入れるとその人独特 の変化が現れる。気っていうのは指紋と一緒で、人それぞれ全部違う気を出してるわけ。波動、これがノーマルね。これ島田君ね。どのどのにかってか引っかかる。いよいよ本題です。最終戦の関谷稲田大二郎予選通過を田中さんにちょっとお願いしてみようと思います。熱くなる。手をかざして店長の気を注入してもらう大ちゃん。この店長のパワーで緊張しっぱなしのガラスの心臓が何があってもびくともしない鉄の心臓に変わるはず。せっかくなのでおこぼれをもらうおかちんとダンマス。店の外にいてもビンビン来る強烈な店長のパワーを受けて、次の関谷へメンタル面の準備は万全。ちょっと変わった気がするね。次はなんといけるよ。